こんにちは。こんにちは。今日は僕がいつも髪を切ってもらってる美容師の哲郎さん。はじめまして。哲郎です。今日はね、ちょっと前からミュウにドッキリを仕掛けるかをやろうということになりまして、今日ね、哲郎さんの美容室レビューでミュウがいきなりオールバックにさせられるというドッキリを仕掛けます。ミュウはトリートメントをしにこのレビューに来るっていう体で、最後のスタイリングの時に突然哲郎さんにオールバックにされるというドッキリを仕掛けたいと思います。綺麗にしてもらうんだよね、今日。綺麗にしてもらう。どういうことしてもらうの？今日は新しいトリートメントができたらしいので、うん、まずトリートメントが一番の目的で、日本に帰国してから一回も美容室行ってないから、ちょっと整えるぐらい、2、3センチぐらいカットしてもらう。切る。じゃあその新しいトリートメントやる感じ。東京にいた時はさ、やっぱり月に1回くらいトリートメントしてたから、でももうそれをさ、年に1回か2回しかさ、もうトリートメントしないっていうのがさ、続いてるし、あとやっぱちょっと水もあると思うんだよね。どう思う？ん？そうかな。水のせいで髪パサパサになっちゃったもん。うん。でも今もうシャワーヘッドも変えてるから、そこまではさすがにならなくなったけど。シャワーヘッドね、結構こだわっていろいろやって、今日でも一発で多分ツルツルになるから、うん、楽しみ。楽しみ。なんで半笑いで聞いてくるの？到着しました。はい、ここ日系のヘアサロンなんですけど、髪を切るときはここに来ています。今日はミュウは初めてここに来るんですけど、僕がいつも髪を切ってもらってる哲郎さんにヘアトリートメントしてもらいにここに来ました。綺麗にしてもらえずにね。よろしくお願いします。ミュウと初対面だけどね、意外に。意外とね、うん、お話はよく聞いてました。切ってもらってます。久々に切ったんじゃない？ね、よかったね。どう、心地いい？近い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 。大丈夫大丈夫。結構シャンプーうまいって言われるんで、ちょっと楽しみです。痛いとかあれば全然やってもらって、痛くないときは気持ちいいって叫んでもらうシステムでいいですか？お客さんの頭を叩いたらダメです。これはね、ミストです。髪の毛って温まるとキューティクルとそこの皮の部分が開くんですね。でかつ水に触れる、濡れるとなおさら開くんで、濡らすのと温めるのとで髪の表面を開いて中まで浸透させるっていう、昨日 YouTube で見た。もうすでにトリートメント、はい、今回はマイボストリートメントって言って、お客さんの髪合わせてやっていくんですけど、手も細いのもあって、全ステップ使って。なるほど、全ステップ。わーお、ちょっとシャンプーでやっちゃってるんで、11ステップすごいな、めちゃくちゃ多いな。よかったね、ミユ。ちょっとまだ何がいいかはちょっとまだ分かんない。さっきから俺思ってたけどさ、よかったね、ミユは多分めっちゃ反応に困ると思う。よかったって出してない。ごめんごめん。そうだよね。そっかそっか。まだ落ちてもない。終わったら。そっかそっか。綺麗になって、あ、よかったね。ああ、嬉しい。そっか。濡れててよかったねとならないじゃん。あ、そっか。そうだよね。なんかよかったなと俺は思ってたから。すごい、何回も言ってくる。だってずっと行きたいって言ってたもんね。日記。まあまあやったね。ボリュームっていうか、根元が全然違う。まあ、乾かし方だけで。本当にいっぱいあるわ。11もある。女性にとってトリートは結構ボボーで。そうなんだ。ご褒美。ご褒美あげるわ。今日。やってあげてる。大丈夫だよ。出会ってからは他の美容師が触って二度とお前は触らない。さすが。かっこいいな。テトロニアン。これ流したら、はい、もう髪が。あ、もうこの時点で。もうシルクを超える。シルク超えるんですか。シルクを超えます。マジか。楽しみだね、ミユ。高級な髪の毛になります。高いよ。何？ここ一体電波悪くなるね、ちょっと。何言ってるか分かんなくなる。てかすごい、もうなんかいい感じよ。
かなり、うん、触らして、うん、いい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 、ね、この2022年の秋にめっちゃ流行ったマジでマジでこちらもですか、これすごいんだけど、これ面接されてめっちゃつけるよ、すごいツヤ感オーカー、でもつり上がるぐらいいっぱいある、そうそう、仕上がります、うん、そうですね、こんな感じでいきましょう、じゃあ、奥に行きますね、見るまでもない、新しい、新しいというか2024言い方かっこつけてるだけ、間違いだわ、2022 オーカープヘア、これこれこれめっちゃ黒くするんです、これどうぞ、何何何何どういう何です、ほんまひどい、俺こんな女性に頭かっこいい中までジェル塗ったことない、え最初めっちゃ動揺してたから俺笑っちゃった、えごめんなさい、ごめんなさい、もう笑っちゃった、俺はもう途中で、俺もなん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 だけど、いい感じじゃん、じゃあお疲れ様でした、ヘッドさんお疲れ様です、こんなに人見取れ変わるの、いやだヘッドさんですよ、すいません、やばいじゃん、非常に見せてあげたい、どれぐらいベタベタかいや、ハゲてんよ、もういや、ハゲてるとかってよりもハゲてるよ、もうじゃあ、振ってみてハ全部哲郎さんが、はい、できるはい、はい、はい、俺もう大丈夫かなと思ったけど、引き受けそんな、しかも会ったこともない人しますかって言われてるんですよ、一応俺も人間初対面だしね、うん、おいいいいよかったねちょっと悪い、いや違う、ね、違う、これ僕じゃないよ、よかったな、